はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマなんですが、呼吸とストレスと肩こりというのはつながりがあるということで、体の問題だけではなくて、呼吸ですとかストレスというところの原因となる肩こりについてですね、解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは呼吸と肩こりについてなんですが、さまざまな要因で呼吸が苦しくなると肩こりにつながってしまうということが実際あります。で、これはなぜかというと、例えば呼吸困難であったり、息切れによってこう呼吸が浅くなってしまうことで、呼吸補助筋と呼ばれる、例えば首ですとか胸周りにある筋肉がそこまで過剰に使われてしまうということで、これがこわばって呼吸に関連する胸郭ですとか横隔膜の動きが制限されてしまいます。すると姿勢が崩れて猫背となって不良姿勢となって、これによって肩こりが生じてしまうというふうに考えられています。そして呼吸に不具合やトラブルが生じると、酸素供給量がこうぐっと減ってしまいますので、すると体が衰弱して疲れやすくなります。で、同時に心も不安定になりやすくなりますので、場合によってはですね、日常生活に支障をきたす悪循環に陥ってしまうということがあります。で、特にこの傾向は近年痩せている高齢者の方であったり若い女性の方でですね、よりこの傾向が見られてますので、ぜひこのあたりを注意していただけると幸いです。で、次にストレスがもたらす肩こりについて解説をさせていただきます。で、過剰なストレスがですね、メンタルの崩れ、あるいは心の不調ももちろんそうなんですけども、それが肩こりと実はかなり深い関係があるということが知られています。で、これは、例えばストレスがこう溜まったり重なってきたりすると、私たちの体にはこう自律神経といって体のいろんなものをこう調整する機能があるんですが、その中の交感神経というものが優位になってしまいまして、そうすると私たちの心には負の感情、例えば怒りですとか悲しみですとか苦しみ、辛さ、焦燥感、自己嫌悪、劣等感なんていうところがですね、こう積み重なってくるというところがあります。するとこれによって体にも影響が現れてきます。具体的には血圧が上昇してしまったり、疲れやすくなってしまったり、例えばあと不眠、寝られなくなってしまうということ、それから食欲異常、過食と拒食両方とも起こります。それからそれによって胃もたれ等がもたらされてしまうんですが、中でも呼吸の苦しさに加えてですね、首ですとかこう肩周りの筋がやはりこわばってしまいます。特に肩に近い僧帽筋上部繊維というところと肩甲挙筋という筋の緊張が高まりやすくなりますので、これによってですね、血管をこうギューッと収縮させてしまうことで血行が乏しくなって結果肩こりが生じてしまうということがあります。で、さらにこの状態が続いてしまうと、私たちの脳の中にはもともと鎮痛システムといって痛みを抑えるシステムがあるんですが、これがですね、肩こりの痛みですよ、不快感をより引き出してしまって、さらにこれが慢性化をしてしまって健康を害してしまうという可能性がありますので、ぜひ注意していただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。